マッシモフィッカデンティは、イタリアマルケ州、フェルモ県出身の元サッカー選手。J1 名古屋グランパス監督。1985年に、セリエ B の US サンベネデッテーゼでデビュー。同クラブ及び1989年加入の ACR メッシーノでは、上位進出を果たせずに終わったが、1992年に移籍したベローナ FC では、1995から96。 シーズンにリーグ準優勝に貢献し、翌シーズンからのセリエ A 昇格を果たした。1996から97シーズンは、キャリア12年目にして、初の国内最上位リーグでのプレイとなったが、昇格チームゆえの戦力差は否めず、セリエ B 降格を喫し、1997年、限りで退団。なお、この年に J リーグ名古屋グランパストからオファーを受けて、おり、 これを機に、日本への興味を深め、以後もたびたび訪日するようになる。1997年、セリエ B の鳥のカルチョへ移籍し、再び1999から00シーズンのセリエ A 昇格をつかんだが、主力としての働きができぬままセリエ B へ降格。同クラブでのチームメイトには、ロレンツオミノッティがおり、固い友情を築いた。 2000から01シーズンのラベンナ・カルチョでのプレーを、最後に現役を引退した。イタリア時代パルマ AC でのコーチ研修を経て、33歳の時に指導者としてのキャリアをスタートさせた。セリエ C2 の US フィオレンツォーラ1922では2001の02シーズン途中からの監督就任であり、チームを完全に立て直すことはできなかったものの、その手腕を認められ、 翌シーズンからは、セリエ C1 の US アベリーの及び AC、ピストイエーゼで指揮を取った。2004年には、セリエ B の古巣であるエラスベローナ FC 監督に就任。果敢な攻撃サッカーを展開し、アンドレア・ドッセーナ、マッティア・カッサーに、バロン・ベーラ・ミラをブレイクさせて、前年辛くも残留を果たしたチームを、セリエ A 昇格争いへと躍進させた。2006年には、 パルマ在籍時に知り合った、立石隆之をアシスタントコーチとして招聘。2006から07シーズンは、カッサーニア、得点源の FW アダイウトンの対談によって、勝ち点を伸ばせず、シーズン半ばに退任。2007年7月には、セリエ A のレッチーナ・カルチョの監督に就任したが、成績不振により、短期間で解任された。2009年には、 セリエ B で低迷していたピアチェンツァカルチョ監督に就任し、大きく負け越していたチームを立ち直らせ、リーグ残留に成功。2010年6月、セリエ A に昇格したばかりの AC チェゼーナ監督に就任し、同クラブの GM を務める旧友、ミノッチと共に、チーム強化に着手。選手の大半がセリエ A 未経験者という厳しい陣容ながら、 自ら J リーグを観戦し、獲得を決めた、長友優斗や、マルコ・パローロ、エマヌエレ・ジャッケリーにらを大きく成長させ、苦しみつつもセリエー残留を決めた。シーズン後に退任。2011年8月に、ロベルト・ドナドーニの後任として、カリアリ・カルチョの監督に就任。開幕戦では、AS ・ローマをアウェーで下すなど序盤は好調だったが、第10節のラツ予選。 第11節のアタランタ戦で2連敗を喫したことで、同年11月に解任されるも、2012年3月に再任され、同シーズンのセリエー残留に成功。2012から13シーズンは、第6節を終え未勝利で再開に低迷したことに、加え、スタジアム問題で没収試合になる不運も重なり、ワンマン会長に振り回された格好で、2012年10月に2度目の、 解任となった。FC 東京4から3から3と4から4からに2 0 1 4年より旧知の立尺が強化部長を務める J リーグ FC 東京の監督に就任。イタリア人としては初の J リーグ監督就任となった。勝利への執着と攻撃のための守備の構築を担わされる中、相手の出方を緻密に分析し、 きめ細かなポジショニングと連動した動きを求める全員守備、全員攻撃を試行。バランスが良く全体をカバーでき、攻撃の創造性を発揮しやすい婦人と語る4から3から3、あるいはダイヤ型の4から4から2を採用し、同年アンカーに配された高橋秀とは、選手同士で勇気的に助け合うサッカーの美しさを教えてもらったとコメントしている。また、 J1 経験の浅い選手を積極起用し、J1 第5節清水戦では、クラブの目標の一つであった、育成組織出身者5名の先発を果たした。立尺は、マッシモが監督だったから達成できたことと語った。2014年は注意に終わったが、2015年には守備に切り替わる場面での素早い基準の徹底と、試合展開に応じた対応力を高めて勝ち点を、 関上げ、FC 東京におけるクラブ史上最多の勝ち点を記録。J1 優勝をかけた、J リーグチャンピオンシップ出場権獲得権内である、年間3位以内入りを争っていたが、最終節の引き分けによって4位となり、優勝を逃した。同年末、翌年以降のクラブ運営の方向性に、折り合いがつかず、当初結んでいた2年契約を満了、退任した。 サガントスセレッソ、大阪や甲州浮力俗級クラブからの接触を受けて、いたが、2015年の高成績と研修速攻の戦術を評価されて2016年よりサガントスの監督に就任。年俸は推定1億円。東京同様に4から3から1から2を採用。丁寧にボールをつなぐやり方はすぐには走行せず、同年ファーストステージは、 金差での敗戦が続いて低迷したが戦術が浸透し始めた、セカンドステージに復調した。トスを指揮して3年目となった2018年、開幕後5試合は2勝2分1敗とまずまずのスタートを切ったが、その後は第6節から第12節にかけてのリリーグ戦7、連敗などもあり、第29節終了時点で J2 自動降格圏内の17位に位置する状況となっていた。 10月9日に、金米イの指揮権交代が、一旦リリースされたが、この時点では、フィッカ電機の今後については協議中であった。その後、指揮権交代リリース前の期間も含め2週間の、協議を経て10月18日、都市との契約解除が発表された。名古屋グランパス4から2から3から12019年9月23日に、名古屋グランパスの監督就任が発表された。 当時のグランパスは、風間八弘が率いて3年目で、2019年は、好調なスタートから一転して10戦未勝利を含む、不調に陥り、順位は11位まで低下していた。フィッカデンティは就任するとまず J1 残留のための仕事に取り組むことになるが、風間体制の戦術に慣れた選手を新たな戦術を浸透させる時間はなく、残り8試合を一勝3分4敗で、 かろうじて残留を決めた。翌2020年も引き続きグランパスを指揮し、本格的にチーム再編に取り組む。期限付き遺跡から復帰したマテウスや相馬勇気など、サイドで勝負できるアタッカーが多い特徴から、グランパスでは4から2から3から1が採用された。ハイプレスとショートカウンターを軸とした、堅実なチーム作りで開幕を迎えるが、 開幕戦の直後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりリーグ戦は一時中断となる。グランパスでは、金崎夢生ランゲラックなどの主力選手にも感染が確認され、全体練習もままならないまま再開を迎えるが、第2節から第4節まで3連勝するとそのまま、常に6位以上をキープし、3位でリーグ戦を終える。 この年の総失点28はリーグ歴代4位、無失点試合17はリーグ記録と並んでいた。2021年は開幕戦でオーンゴールによる失点もあったが、その後は9試合にわたって無失点の試合が続き、この間に同一シーズンにおける連続無失点試合のリーグ記録、無失点継続時間のリーグ記録を相次いで更新する。 2位で迎えた4月29日5月4日の首位、川崎フロンターレとの異例の2連戦を前に、フィッカデンティンワのどの痛みを訴え4月29日の試合を欠場、翌30日に新型コロナウイルス感染症への感染が確認される。監督不在の2連戦は0から4、2から3の連敗を喫するを参照。ありがとうございます。